び再び。あと江島さんのプライベートバルーンで。あ、それがいいですね。それがいいかな。結構かかりそうやけど。もうちょっとあんまり西には飛んできらないですね。アメリカの方向に。方向の問題ですか。なるほど。普通ぐるっと回るみたいですか。ぐるっとぐるっと。ね、昔のアラスカ回りみたいな感じですね。車両が進入してきますのでご注意ください。繰り返し運営本部よりお知らせいたします。20時45分を過ぎましたので会場内の交通規制を解除いたします。車両が進入してきますのでご注意ください。キャー、これいっぱいメッセージ。聞いてたか。さあもうね、だいぶ空気がござってまいりましたけど、さあスタジオの前の君たち元気か。イエーイ、から元気、から元気でございます。だいぶから元気です。かなり冷やさせてもらって。さあ江島さん、インフォメーションなんですけども、来週もねゲスト、江島さんです。え、また多いですか。それもないです。こんなことはですね、埼玉方面からですね、サウンドサポーターで埼玉無気力化。わあ、まさか。はい、あのですね、アウェイの試合に行って、はいはい、選手のこう立て看板とかあるじゃないですか、はいはい、そういうところにね、軽く中国しつけをされて、相手選手の無気力化を図られてるサポーターさんが、サガントコロナにおられて、毎回試合、脱力系の、うん、そして、ね、そうやってサガントスの勝利に、ね、貢献され続けてる、はい、荒木誠さんという方がですね、あとさらに帰省されます、はい、埼玉に住んでおられるんですけど、来るけん出してねって言われたけん、おかばんだって、ただしお芋無気力せんでねっていう、中せんでねせんでねって言うから、ね、中はやめてねって、フリですか。はい、楽しみ。いややめて。チューする話ありますからね、来週はね。楽しみですね。おっさんとチューするのだけはご勘弁で。ね、お楽しみされてくださいね。さあ、メッセージコーナーでございますけども。はい、さあ、今日のメッセージテーマは、江島ひろしに聞いてみよう。イエーイ。今変えました、はい。メッセージね。本当ね、はい、佐賀県スポーツコミッションにお願い。江島ひろしに聞いてみようと。何が聞いてみようと。はい、さあ、来てますよ。はいはい、さあ。江島さん、はい、合宿お疲れ様でした、はい、サガンも残留決まったし、はい、あとは天皇杯で盛り上がるだけですね、うん、代表合宿で何か感じたことや、うん、これからの方法を教えてください。ちなみに代表コーチがサガのおもてなしまでのままで終わったことが、サガのおもてなしは今まで味わったことないくらいのおもてなしだったと話されてましたと、これは佐賀新聞方面の小部さんって方が言ってありますね、はい、番記者さんですかね、違うんだかね、はい、どうですか、これからの抱負
いやいや、もう、うん、ぜひね、まあ、さっきもユダバっていうか、うん、もうそのアジア最終戦勝ってもらって、うん、あのハリルさんも決まったやつもね、そうですね、ホジッチさんも、うん、花場ホジッチさんも、はいはいはい、あわよくばやっぱり、うん、あの鎌田大地を B1 に連れてってほしいと、やっぱりね、貸すよ、貸すよ、貸すよ、もう心よく貸すけん、俺たちね、でその概要に行く前に、佐賀に持ってきて、マカコメ食うて、佐賀牛食うて、そして行ってほしいかという企みを、またちょっとこそこそ始めるかなと。あ、そういやったら、梅作りはね、頑張らないかんさ、そのためにはまず買ってもらわないかんけんね、ね、そうそう、まあ、オリンピックね、そう簡単に行けると思ったら、大きな間違いですからね、まあ、相当努力してもらわないとね。さあ、そしてね、はい、これが来てますよ、はい、はい、これはですね、サガンビーメスファミリーの皆さん、そしてバルーン会場の皆様、こんばんがたー、こんばんがたー、はい、さあ、私はバスケットボールの誘致を希望します、はい、今はプロリーグにもかかわらず、いまいち普及が、新聞も小さい記事程度しか載ってません、経験者であるまひろちゃんなら、なぜと思いますよね、と特集してくれるのかなと思ってますけど、ね、ね、バスケットボール経験者ですけど、どうですか、はい、いや、今結構強いんですよ、強いですか、はい、この前も、うん、アジア大会女子でしょ、はい、優勝して、男子は結構よく分かるくわけじゃないですか、いやー、まあ、ママ、でも前よりかは、うん、だんだん強くなって、まあ、俺もバスケットどっちかって女子、はい、女子の方が強いと、なんか男子はさ、なんかもう違う世界行っとるもんね、はい、なんか、あー、世界ですね、うん、昔の古いバスケットボールプレイヤーがいたら、はい、カットインとか、うん、ほら、ね、スクリーンプレーとか、うん、そこだと見たかや、そうですね、そういう感じ、どっちかってもね、もうドッカーンよね、ジャンプドッカーン、ね、ガーンって、ね、ダンクとか、ボンボンね、女子はね、まだね、なんかそこに体がね、違う意味じゃなくてですよね、うん、スキッさんがいるのはそういう意味でですよね、そんな変な意味じゃなくてですよね、あれでしょ、みなちゃん、あの部活やってる時とかにサッカー部とか試合見に来るような感じでしょ、そう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 、こっちの意味、このね、ドスケベキじゃないですよ、ドスケベキかなと思ってます、いやー、そうだろうなと思う ね、 そ う、 ね、そう思っていただいて十分でございますよさあ、そしてまだ来てますよ、これもう一つ読めるかな、はい、はい、サッカー少年の子供を持つ親として、はい、簡単な意見ですが、うん、もっと県をまたいで、はい、どのスポーツでも交流を実施していいと思います、はいはい、スポーツ庁もできたわけですし、もっと人的、情報的な共有をやってほしいと思います、特に指導者の方に引き出しをもっと増やしてほしいですと、これからすべてのスポーツ同じかと思います、隣の町なのに県を越えると協会のやり方が違うなんていうのもまだまだあります、まずは九州だけでも先陣を切って新しいチャレンジをしてほしいです、モンド中村さんがいただいてます、はい、いかがですか、いやもうね、うん、県をまたぐ、県をまたぐってね、うん、もうそのそういうね、ちまちました話はね、やっぱりダメなんですよ、もうやっぱりね、うん、もう世界は一つ、アラウンドワールド、九州は一つ、うん、ワンソウル、そうそう、やっぱり、もう佐賀やけんとか、うん、そこは考えたいか、やっぱり、そうね、やっぱね、福岡、長崎、こう、そう、手を組んで、うん、やっぱね、やっていかないと。全然閉まらない。いやいやいや、島さん、まだね、まだまだいっぱいメッセージ来てるんですが、はいはい、この後、アディショナルタイムのぜひお願いします、ね、はいはい、さあ、皆さん、飛躍の中ですか、飛躍の中で、空飛躍で、空飛躍が、ね、あんたたち、こんなことや、物好き困るわでも、ありがとうね、うん、さあ、そして、リナちゃん、今日も本当ありがとうございます、ありがとうございます、またいっぱい出してくださいよ、ねえ、嬉しいよ、使ってくださいよ、ねえ、うん、嫌ですか、よかよ、ありがとうございます皆さんもまだまだ付き合ってくださいね、よろしくお願いします、はい、さあ、サガン BMS、 この番組のサポートサプライヤーは大一屋さん、ガジド、サガントスバーザ、サガン株式会社、アチューラライフでお送りいたしました、はいはいはい、さあ、バルーン会長から、葬儀でーす、最後、神々、最後にお待たせしまーす、やりよった、こいつはやってもうた、ムダさんと喋るのが不思議なぐらいですね、寒さで、寒さで、やったやった、寒さで、寒さで